のやっぱ美味しさってお肉の美味しさももちろんなんですけど、油の美味しさっていうのが一つすごく大事なポイントで、本当名前と味がこうも一致するものってなかなかないなって思いました。甘くてとろける、とても美味しくてびっくりしました。生産者の方にも会いに行ったことはあるんですけれども、やっぱ我が子をね育てたりとかしているような感じで接してるんだなと思って、すごくそこに愛を感じましたね。標高が400メートル、ご覧の通り緑豊かな、空気もおいしい、水もおいしいところに位置してます。ストレスのない環境を作るように心がけて育てています。私が赤ちゃんコブタを担当して、主人が飼育とか外回りを。アマトロ豚の場合は美味しい肉質、美味しい豚を作るために時間をじっくりかけて育てています。だから普通の豚が6ヶ月でしたら、アマトロ豚は6ヶ月以上、8ヶ月と。早すぎてもダメだし遅すぎてもダメと。やはり時間をかけてとなるとコスト的にはかかるんですが、その分美味しいお肉ができるのでやりがいがありますね。ゆっくりと長く育てることによってサシが入ってくるんだろうと思います。愛媛銘柄豚ということで、愛媛県産裸麦を食べさせているのと、ゆっくり育てる餌に設計をしてあるので、きめの細やかな肉質に仕上がるようになっています。うちの豚には生活排水に入ってない山の奥から引いた水を飲ませています。その水を使って糞尿の処理や水洗衛生管理を徹底して豚の管理をしています。品質的にも健康に育つ方が質のいい豚肉に仕上がっていくと思います。いつ食べても一定というよりもずっと美味しいレベルを保って作られているっていうのが、やっぱすごくとても信頼しています。基本に忠実に育てていくことで美味しい甘とろ豚ができるので、それを楽しみに日々仕事をしています。脂肪融点が低いので口どけがいいという特徴がありますね。滑らかで、そこが滑らかであるがゆえに甘さを感じることができる。まずは皆さんに食べていただいて味わっていただきたい甘とろ豚をおすすめします。